内閣記者会に所属する報道各社は6日、自民党安倍派の政治資金パーティー券収入をめぐる問題について、松野博一官房長官に対し記者会見で説明するよう書面で申し入れた。政府の立場として難しい場合は定例会見とは別に会見を開いて対応するよう要請した。7日午後5時を回答期限とした。 松野氏は6日の会見で、申し入れにについて適切に対応する、と答えた。松野氏は官房長官として原則1日2回首相官邸で会見を行っているが資金問題に関し政府の立場として答えは控えると説明を拒んでいる。 松野氏は安倍派の意思決定機関常任幹事会メンバーで2021年10月までの約2年間は派閥の事務総長も務めた日本維新の会の藤田文武幹事長は会見で松野氏の対応について政治全体の信頼を逸することにもつながりかねない公の場で何らかの説明をするのが当然だと指摘した 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです政府の立場だからこそ日本政治の一大危機となりつつある令和のリクルート事件とも言うことができるパーティー兼問題について説明責任を果たす必要があるのではないだろうか。 政権与党である自民党のその最大派閥である安倍派の会計を知る立場にあった松野氏には日本政治の信頼回復をかけて説明する責任があるこの状態のままパーティーの自粛ということだけで過ぎてしまったら日本政治の汚点となってしまう国民に向かってしっかりと説明することが必要だ 政治においてては、全てのここととを説明できこともある。それはそうだろう。だが、今般の状況において、説明を避けることは、当該問題に関する国民や社会の不信感を増大させるだけだ。松野官房長官は、積極的かつ適切に自ら説明していくべきだ。 それができなければメディア社会および国民の政治資金への不信感はさらに増大増幅せざるを得ないだろう下村さん松野さん西村さんそして現在は高木さんが派閥の事務総長だが事務総長は派閥の会計責任者の上司だ知らぬ存ぜぬ回答を控えるが通用するかどうかよく考えた方がいい 会計責任者から会計報告を受けていないというのなら、派閥の会計責任者は誰に報告をして指示を受けたりしていたのか、それくらいは知っており、知らなかったらすぐ確認すればいい話だ。清廉潔白なら官房長官としてではなく、自民党衆議院議員として党本部で会見をしたらよろしいのではないか。いずれにせよ対応に急死戦々恐々としているようにしか見えないのだ。 常に政府の立場としては答えられませんと言ってきたから報道各社はでは別の会見の場でという申し入れを行ったということでしょう松野氏ももう言い逃れできないところまで追い込まれたような気がしますこの事件に関しては松野氏だけでなく他の事務総長経験者も同罪になるでしょうからこれはかなり難しい立場になると想像します この申し入れを完全に無視するか、または要望通り会見を開いて認めるかの2つの方法しかありませんが、後者の方法は死んでも取れない方法でしょうからか無視しかないように思いますが、ただこの方は官房長官として毎日報道陣の前に立ち続ける立場の人ですから、なかなか言い逃れをするのも難しいような、果たしてどうなるのでしょうか現在64歳。 自分は会社に入ってからキックバックという言葉とその意味を知った本意ではないが戻してやるよ的なムードが込められている一連の報道を通して何百万人の特に未成年者がこのキックバックという言葉に接し覚えてしまったことかいわゆる大人の世界の言葉で子ども同士ではまず使わない ししかし今後は違うだろう。だろまた一つ未成年者層が汚れ穢れていく。自民党が政権を担いかなりの年月が経った前半は高度経済成長の波に乗りそれなりに舵取りに成功したようにも見えるがバブル期前後あたりから根幹の諸政策に失敗し国政は大きく後退した。 今般のパーケン騒動で浮き彫りになりつつあるのは多くの政治家がかなりの脱税をしているということだ。汗水垂らして納税している国民からすると吐き気がする話である。さらに加えて連日のテレビから流れるキックバックという言葉。自民党の存在がもたらす日本国への弊害はいよいよ無視できなくなってきた。 このように政府の立場ではお答えできないなんて言い出したのは菅さんが官房長官だった頃からですかね都合が悪くなると言わないことが当たり前になりましたそれが一般社会には絶対通用しないのにそれを許してきた自民党支持層の人たち日本がおかしな方向に進むのが当たり前です真面目で生きることがバカバカしくなる世の中を作っているのです 自民党の議員のに皆さんも含めて真面目で一生懸命生きる世の中を作りましょうよ政府の立場できちんとした説明をしなくてどうすんだこれは単に派閥だけの問題ではないよ大きな派閥で常態化していた裏金作りこれがどういうように政治を歪め国民をたぶらかし民主主義を破壊してきたか政府としてしっかり調査し 金の流れを解明して、再発防止のための法案、政治資金規正法改正なり、政党交付金の是非なり、何らかの具体的な対応が必要だ。政府と関係のないような言い方は、責任逃れでしかない。テレビのニュースを見ていて不思議に思うのだが、明確な回答はありませんでした。とキャスターは言う。明確どころか、答えようとしないだけ。 ならば、答えませんでした。「答える意識はありませんでした」が正しい表現だと思うのだが質問する記者もキャスターも忖度全開政権与党に気を使っていることを隠そうともしないマスメディアに存在意義はあるのだろうか不思議な番組だどれだけおかしくてもどれだけ都合悪いことは説明しなくても それでも国民有権者は次の政権も自民党なのだからそりゃあ反省改善もしませんし無論都合悪いことも話さない話さないイコール話せないことをしたイコール次の選挙で落とすこのくらいに国民有権者が厳しい対応をしていたら彼らは都合悪いことでも説明します国民有権者がどれだけおかしくても自民党 を変えない限り自民党の対応は変わらず、これからもおごり増長した党利党略の政治を続けます。羽鳥新一モーニングショーに出演した田崎志郎氏によると、松野氏の政界でのニックネームが、アルマジロとのこと。攻撃に遭うと硬い外皮に覆われた背中側を外に、球場に丸まって防御する、守りに強いことからそう名付けられたとか。 メディアの集中砲火にも耐えて知らぬ存ぜぬを貫きそうな気がする疑惑を誤魔化すというより疑惑の内容があまりにヤバすぎて説明することができないというのが実情であろうただ報道の内容を見る限り今回の疑惑で政治家に逮捕者が出ないようであれば。 政治資金に関して再配や何をしても許されるというか事実上の無法状態になるのではというレベルの話ではある官房長官は内閣のスポークスマンとしての立場が重要である会見で記者とのコミュニケーションが成立せずすでに仕事に影響が出ているように見受けられるので万一国に突発的な事態が起きた時に国益を損ねるようなことになる恐れもある ここは官房長官を辞職されるのが筋ではないか。